台湾の日本酒では台湾における日本酒についてもべる。日本から各国への日本酒輸出量水日本から各国への日本酒輸出金額水台湾では2008年の時点で台湾演主講使によって年間1万4000国の日本酒が製造されている。その他、り八号農舎など100国程度の小規模な生産を手掛ける一般企業や 農業組合の運営する酒蔵も存在し、日本の酒造メーカーの指導を受けながら、日本酒を生産している。近年は、純米銀錠酒など高級な商品も製造されている。2008年の台湾の日本酒生産量は、日本国外では、大韓民国、アメリカ合衆国、中華人民共和国に次ぐ世界4位に相当する。 日本に少量が輸出された年もあるが、ほぼ全量が台湾国内で消費されている。台湾が輸入する日本酒の99%は日本からのもので、2017年の時点で年間1 9 8 5ール（金額ベースで9億4800万円が輸入されている。日本にとって日本酒の輸出相手先としては台湾は、金額ベースで第5位にあたり、 台湾向けの農林水産物及び食品の輸出品目の中でアルコール飲料は金額ベースで第2位となっている。なお、韓国やアメリカからの輸入はわずかであり、台湾円指向姿勢の廉価な日本酒が普及していることが影響しているとみられる。台湾のナショナルブランドの日本酒はスーパーマーケットやコンビニエンスストアで 600ml で150台湾元ほどで、 販売されている。小売店においては、日本酒販売はおき売りが主流であり、高級品の回転率は低い。日本から輸入した日本酒は40%の関税もあって、日本国内の2の3倍の価格で販売され、日本料理店に卸ろされるほか百貨店や酒専門店でも販売されている。2012年にジェトロが行った調査によれば、日本酒購入時に、 台湾人が重視する項目は味が21%でトップとなる一方価格は13%で他国に比べて高い割合となっているまた日本料理店の顧客であっても35%が日本酒を飲まず21%は日本酒に興味がないと回答している台湾ではタバコ種類管理法第31条によって 対面で年齢を確認して酒を販売することが義務付けられているため、日本酒も自動販売機や通信販売などによる販売は禁止されている。台湾の税体系では、日本酒は一般的にその他の醸造種類に分類され、1リットルあたりアルコール度数7台湾元のタバコ種類税がかけられる。なお、合成生酒は再生酒に分類され、 アルコール度数20%以下では1リットル当たり7台湾円、20%超では1リットル当たり185台湾元のタバコ種類税がかけられる。台湾国外からの輸入に対しては、醸造種として CIF 価格に対して40%の関税がかけられる。1895年に日本による統治が始まると台湾には、 多くの日本人が移住し日本酒に対する需要が生まれた。台湾には伝統的な上流酒が存在していたが、亜熱帯の気候は日本酒作りに適さず、1901年には当時居住していた4万2000人の日本人に向けて、日本から1万6493国の日本酒が移入されている。この頃から台湾各地で日本人が 生酒の製造を試みるようになり、1九百七年には八名の日本人業者が個人の酒造免許を保有していた。その多くは本格的な醸造ではなく再生生酒であり、1九百十年頃の台湾中部では再上流して周期を除いた糖蜜酒を使用していた。当時は容量一国二から三との紙を使い、陶器の十二から三月に仕込みが行われた。 朱母作りで、木本は困難なため、水と呼ばれる母台が多くの場合採用されていた。段がけは多くの場合2段がけであり、止め添いから早ければ6から7日で発酵を終了させていた。もろみを圧搾してからはすぐに火入れを行って出荷するなど暑い気候に対応した製法が取られていた。1914年には、 台湾総督府議士の藤本哲二と東京税務、監督局議士の森康弘らが独立し、日本カオル乗車を設立した。同社は冷却器を備えた鉄筋コンクリート作りの建物で先進的な技術を取り入れた手造を行った。米には、非税産のうるち米、麹米には、台湾中部産米を用い、は、山灰や即場を採用している。古長蘭 高砂などの生酒を作り、マニラやシンガポールにも試験出荷したが腐敗しなかったという。1917年には台北町管内で生産された日本七6785国のうち4093国を占めるなど好調だったが、工場内の微生物汚染が原因で1920年頃には生酒製造からアルコール生成に業務を転換している。このほか。 1916年には大正製書が設立され、1922年の自転下大中及びか吉野工場で合計2053国の再生製書を製造していた。1912年に本島人によって設立された堀社酒造は、酒造に適した堀外の機構を活かして年間894国のミーチュと共に同125国の再生製書を製造していた。 これらの活動によって、1900年代に2500から3800国だった日本酒生産量は、1914年には5000国、1918年には1290国となっている。第一次世界大戦が終結し、1920年に戦後強行が生じると台湾総督府でも歳入不足が深刻な問題となった。すでに1000倍となっていたや、 小農などに加えて酒も対象とすることが検討され、総督の田健次郎の判断によって、上流酒や日本酒など、種類すべてを製造から販売まで、1000倍の対象とする、世界的にも珍しい制度が1922年7月1日から始まった。工業用アルコールの製造と、設立後間もない、対象製酒の事業を除き、すべての酒造業者が、 台湾総督府専売局に統合された。当時の台湾には約200の零細業者があり、1922年の時点で31の業者が醸造製酒及び再生製酒を年間9000国ほど製造していた。これらの業者には工場などの財産に対して政府から保証金が交際により支払われた。また当時は日本本土から 白六や白鶴酒造、菊正宗酒造など、関西系のメーカーを中心に、年間2万国近くが台湾に出荷されていた。専売局は設備の良い工場を選定して、酒造事業を継承し、清酒や糖蜜酒、焼酎など10種類に品目を絞った上で清酒の製造に三工場を当てた。これには、対象清酒の台中工場、堀社酒造の堀工場、 ギランブリタクのカレン工場が地域性や設備の状態から選ばれている。専売局の清酒はアルコール度数17度の福禄と同16度の万獣だったが、冷蔵庫内で作った清酒もろみにエタノールを添加した福禄の品質は極めて評判が悪かった。専売局の中澤良二と鈴木梅太郎が個人的に親しかったこともあり、 利権種の技術を導入して専売局は1926年から合成製種の試作を始め、同年から利権種を添加した福禄2号の販売が始まった。添加用の利権種は年間2万から3万国に達し、第二次世界大戦中には5万国にもなった。なお、1933年には万寿にも利権種を加えるようになるなど、 当時の台湾の製酒の品質は高くなかったが、専売局が製酒製造を始めてから、日本本土からの輸入量は約半分まで激減している。台湾における高級な製酒の需要は限定的だったため、専売局は、福録の品質を向上させながら低廉な価格で大量に供給することを求められた。このため、冷却用の電気を 台湾電力から安価に供給される協定を結び、1930年には安価な台湾三米を使用した随行の開発に成功した。また1938年には内地米を用いた最高級製種の外線を発売して好評を得たため、翌1939年には板橋に工場を新設して増産した。しかし、1941年に 太平洋戦争が始まると、原料供給が困難になり、製造が中止されている。タバコと酒の専売性は、中華民国に引き継がれ、1945年の台湾省政府設置後は、今種購買局が製酒工場を管理し、中国式の酒商となった。台中及び板橋、堀の各首相で製酒の製造も継続されたが、日本酒という名称は使われなくなった。 板橋では福禄を、香る香る、さらに、福樹種と解消して、合成生種の生産を行っていたが、1970年に生産中止となった。また、同じく板橋では、外線を、勝利、特急生種と解消して、蓬莱米を減量に生産を続けていた。1951年には 1490KL を生産していたが、商工酒などにとって変わられ、 こちらも1973年に生産中止となっている。この時点で台湾における日本酒の製造は途絶えた。一方、経済成長に伴って都市化が進んだことから台北や田橋、樹林の酒商を統合して1989年に林口区に林口首相が設立された。しかし、商工酒の生産が過剰で、 年間生産量を超えるほどの在庫が生じたため、有給化しそうになった製造設備を利用して日式製酒の研究開発が行われた。これによって台湾塩酒講師から1997年に24年ぶりの製酒となる玉泉製酒が発売された。放来米を原料として生米部合は70%、発酵終了後にアルコールを添加して露化している。 市場で好評を博し、1999年に、林口首相は玉泉製酒の生産に専念し、2000年には、生産量が、ピークの 17,280KL に達している。また、2002年には加熱殺菌しない、冷酒用の玉泉製、製酒、2004年にはアルコールを添加しない純米の玉泉いい米製酒を発売している。また、2002年に、 WTO に加盟したことで、台湾の酒の専売制は終了し、民間業者が自由に日本酒を製造できるようになった。これを受けて、小規模な生産を手掛ける企業も存在する。なお、日本からの日本酒輸入は1996年の 5827KL から2008年には 1626KL まで減少しているが、一方で、 日本料理店などで高級な地酒の利用が増えている。21世紀に入って台湾における商工酒と日本酒の需要は減少を続けているという。ありがとうございます。